わゆるホモビデオに中高生の男の子を出演させていたとして職業安定法違反に問われ逮捕された男6人がおります。彼らはなんと4年間で10億円近くを稼いでいたのですが、さらに驚くべきことにこの中に現役の都立高校教師が入っていたのです。モンゴル仕事なんだけどって感じで来て、はい、なんか髪みたいなの見せられて、なんかいわゆるビデオに出てみないって言って、モビデオされている現役の高校教師高橋容疑者らは、去年2月頃ここ世田谷区内の路上で当時16歳高校1年生の男子生徒3人に声をかけ、男優としてホモビデオに出演させておりました。顔にはモザイクをかける男同士のビデオなので、一般の人の目には絶対に触れないなどと言葉巧みに勧誘していたのでした。また過激度によって出演料が違い、パンツを脱いだ場合は2,000円、道具を使ったり縛りの場合はそれ以上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 。